実力ブラザーズ終わり。はい、というわけですね。はい、そうですね。はい、これまたちょっと待って、またこれそうですね、まあいろいろこうなんか載ってますよ、動画はっていうか動画を。はい、これちょこの今見えてるのはね、佐世保から博多に行く時の動画だったような気がします。はい、でこれはね、博多に着いてからまあまあなんか食べようかなーってしてる動画ですよね。でこの後にじゃ福岡で福いたりの多分動画流れると思うんですけどね。はい、でまあ今これやってるのはね、まあね、同じ動画ですね、昨日のお休みラジオですね。はい、誰が聞きたいんですかと思いますけど、はい、まあこういうね、お休み的なやつをね、ね、できればいいな、みたいな。これはもう、あれですよ。できればいいな、なんで、まあ、お休み的な存在になれればいいなっていうのが一つありますよね。はい、これはね、本心かどうかわかんない。まあでも、なんか、そういった意味でもね、まあ、聞いてくれる方がおればいいんじゃないかなっていうね、はい、まあ少数ではあると思うんですけどね。はい、そんな感じで、先ほども動画アップしたんですけども、飲みながらですよね。はい。で、今現状で言うと、そうですね、今、506本目ですね。まあ、まあだからそんなに、まあ、そこまでっていう感じではあるんですけどもね。まあ今これなんでやってるかってもう一回ちょっと、まあちょっと、自分に問いかけたところね、やっぱり、寂しいんかな、みたいなところ、ね、思いましたね。はい。それで、これを今、やってるかもしれないです。もしかしたらね、そこの、見てるあなた、見てるかどうか知らん、聞いてるあなた、まあ、聞いてくれたらもう幸いですわ、もうこんなもん。うん。まあ、もう、聞きながら見てくださいって言ったんですけど、はい。まあ、なんせね、酔っ払いライトも、言ったっけこれ。酔っ払いラジオって言いましたっけ、ちょっと覚えてないですけどね。まあ、それぐらいの感覚ですけど。はい。そう。まあ、だから俺はもうね、今ね、ちょっとね、まあまあでも、6本目、もうすぐで終わりぐらいの感じ。皆さん飲んでますかこの時間。この時間見てはるかな、ちょっとわからへんけどな。はい。まあ、だから、いつ見るかによってちょっとね、まあ、状況は変わってくるとは思います。はい。まあでもね、いやもう、最近ちょっと飲みすぎかな。飲みすぎっていうかね、まあ頻度もあるな。うん、結構、ここ最近で言うと、結構いろんなところに旅行ってるんで、そう、旅行ってるんで、って多分、何がやねんってなると思うんですけど。はい、そうなんですよ。自分は、これ言ったことあるかな、ちょっと覚えてもないんですけど、まあ、覚えてないっていうか、言ったことあるかどうかわかんないですけど、まあ、個人的な、まあ、チャンネルではね、グルメ旅っていうところで、させていただいてまして、だから結構こういうね、まあ、今言うたら福井の、街並みが映ってると思うんです。これ福井ですね。はい、なんかやってるっていうところはあるんですけども、結構ね、最近結構頻繁に行ってまして、まあそこで結構ね、やっぱ2泊3日ぐらいするんかな。うん。まあそこでね、結構やっぱ、まず初日でもそうですけども、朝まで飲んじゃうんですよね、やっぱりね。朝ってほんまに5時、6時朝のね。で、起きるのがまあ10時とかね、朝の日。それも、またそこから飲み出すっていうのを、2泊3日ぐらいでちょっと、やっちゃうんですよね。やっちゃって、それまた、まあ、その名残で、まあ、その旅終わった後でも飲んじゃってて、で、また旅に行って同じようなことで繰り返すんで、やっぱり、そういうね、やっぱ、ことになってまして、はい。そうなんですよ。だからそれ、これ今で言うと、この名残で言うとね、この間岡山行ってきました。はい。岡山行ってきて、そうですね、岡山の帰りに、最終日。岡山最終日。まあ、その日にもう帰ろうっていう、ね、まあ家に帰ろうっていうところやったんですけども、まあ、
ね、その途中で姫路、兵庫県の姫路に寄ったんですよね。まあ、そこで、まあ、飲みまして、はい。で飲んで、飲んで、そうですね、そこで、そうなんですよ。飲んで、まあ、やっぱ結構立ち飲みが盛んで、ここはもう昼飲みとかね、まあ、めっちゃええとこですね。俺にとってはすごい好きな土地ではあるんですけども、まあそこで、そうですね、まあ飲んで、まあいろんな人と出会いまして、まあ結局ね、まあその日に帰ろう思っていたんやけども、その日にね、泊まっちゃいましたね、姫路に。泊まるっていうか、もうなんていうか、まあその辺で出会った人と、その人の家に泊めてもろって、まあ、泊めてもろっていうか、結局寝たの30分ぐらいですか、まあ、30分ぐらい寝て、まあもう5、まあ、4時半ぐらい寝たんですよね、朝方ので、5時に起きました。朝の5時に起きました。30分だけです、寝たの。はい、まあそこまでめちゃくちゃ飲んでましたけども、はい。で、まあそこから新幹線で帰りまして、で家に着いて、そのまま、お風呂入って、もうそのまま仕事行きましたよっていう、まあそういう感じで、まあ前回はね、させていただいて、そこの、なんか名残かな。なんか、なんやろ、まあ日々に戻ったんやけど、まあそこからもうちょっと、まあ、毎日飲み続けてるような、ことが続いてます。はい。まあ、それが今現状ですね。まあ結局、なんで名残で、まあその、飲み続けてますよっていう話ですね。まあ睡眠もろくに取らずにっていう感じになっちゃってるんで、まあこれはもう、体的にはあんま良くないですね。うん。まあでもね、そういう感じで今、なってますよーっていうところを、まあ今言ってます。はい。で、まあね、あと残り1分ぐらいの尺になりました。はい。まあ、そこで今出てきてるのが、これもう福井の海鮮じゃないですか。これはもう美味しかったですね。これもう俺はその個人でやってるチャンネルのお旅動画で上げてます。はい。まあおかげさまでね、まあまあそんなにですけど、まあ個人的にはまあそのチャンネルでは今2000人ぐらいかな、弱それまでね、見てくれる方がいるようになりましたね。はい。というわけで、はい。まあそんな感じでね、まあ今日はこれお休みラジオという感じで聞いてくれればいいなと思います。はい。もうあとね、10秒ちょっとで終わるかなっていうところなんで、これ福井のね、東尋坊を見て、皆さんゆっくりお休みください。そして、それでは、お休みバイバイバイバーイっていう感じです。